軍事明は、日本の政治家。立憲民主党所属の参議院議員。登場人顧問。農林水産大臣、農林水産副大臣、民進党参議院議員会長、民主党参議院議員会長、参議院国会対策委員長、茨城県連代表、参議院副議長、参議院環境委員長、行政監視委員長、 東日本大震災復興特別委員長等を歴任した。茨城県三戸市生まれ。1968年に、茨城県立高萩高等学校を卒業し、明治学院大学社会学部に入学。1970年に、明治学院大学を中退し、伊勢神に入社。1989年、全国農林漁業、団体職員労働組合連合結成に参加し、 初期次長に就任。その後も、労働組合運動に従事し、全国農団労副委員長、茨城県農協労働組合連合初期長、日本労働組合総連合会、茨城県連合会執行委員等の役職を歴任した。1998年7月、第18回参議院議員通常選挙に民主党公認で茨城県選挙区から出馬。 得票数で自由民主党新人の久野恒和、自由民主党現職の野村一を上回り、同区トップで初当選した。2004年の第20回参議院議員通常、選挙では、得票数で自民党現職の岡田博士を下回るも、得票数2位で再選。同年、参議院環境委員長に就任。2006年から民主党参議院、国会対策委員長、 2007年から参議院、農林水産委員長をそれぞれ務める。2007年の新潟県中越沖地震の発生に、際しては民主党に設置された震災対策本部の副本部長に就任。2009年、鳩山幸男内閣で農林水産副大臣に任命され、菅直人内閣まで務める。2010年7月、第22回参議院議員通常選挙に、 民主党公認で、茨城県選挙区から出馬し、得票数2位で参戦。なおこの選挙で、民主党は、茨城県選挙区の2議席の独占をもくろみ、軍事、新人の長塚智博を擁立。軍事は当選したが、長塚は、時点で落選した。2012年6月、野田第二次改造内閣で、農林水産大臣に任命され、初入閣した。 農水省就任に際し、それまで勤めていた民主党茨城県連代表を辞任。同年10月、野田第三次改造内閣で農林水産大臣に再任。同年12月、野田内閣の総辞職により農水省を退任した。2013年8月、民主党の参議院議員会長選挙に出馬。選挙戦では、腰石東をはじめ、 桜井光や加藤俊幸らの支援を受け、投票では33票を獲得。24票を獲得した北沢俊美元防衛大臣を破り、参院議員会長に選出された。2014年8月、民主党参院議員会長に無投票で再選。2016年7月、第24回参議院議員通常選挙に民進党公認で、 茨城県選挙区から出馬し、得票数2位で4選。2016年8月1日に招集された第191臨時国会で参議院副議長に選出され、同日就任した。2018年5月に民進党と希望の党が合流する形で結成された国民民主党には参加しない以降から直前に民進党を離党した。また、民進党から 国民民主党への移行の際に17名の参議院議員が会派から退会したため、公明党が参議院第2会派に浮上したが、公明党は副議長ポストを要求しなかったため、引き続き軍事が副議長を務めることとなった。2019年8月1日に副議長を退任。その後当面無所属で活動するとともに、立憲民主党会派に入会した。2020年9月、 国民民主党と立憲民主党の合流に伴い結成された立憲民主党に入党。2021年11月15日、記者会見を開き、年齢などを考慮して、第26回参議院議員通常選挙に立候補せず、政界を引退する意向を表明した。ありがとうございます。